もうラブホやん。どうも、 D チャンネルのデベスです。これを撮ってるのはですね、10月の頭なんですけども、本日の最高気温30度を超えておりました。いや、まだまだ残暑は厳しいですね。おかしいだろう。というわけでですね、その日はちょっとスルスルっと行きたいなということで、今回ですね、お蕎麦屋さんに行こうかなと思いまして、今現在私デベスは新宿におります。後ろは東京都庁ですね。その新宿の西側、西新宿というところにですね、かのやというお蕎麦屋さんがあるようでして、これね、前からコメントの方でかのやの蕎麦行ってくださいっていう要望がありましたんで、一体どんな感じの蕎麦なのかね、早速行ってみたいなというふうに思います。スズムシ鳴いてんだけどな、半袖だよ。新宿らしいですね。もう日に当たりまくって赤色は完全なくなってる。回りますの巣をこんなでかくする必要あるか。もうこの辺まで来たらもう飯屋が多すぎて、これら全部食べ歩きで制覇するってなったら一生かかるぞ。
はい、というわけで、金谷でですね、肉せいろの特盛りに舞茸天をつけたセット、堪能してまいりました。いや、やっぱねつけ麺形式のやつにしたらまあ多少そこまで体温上がらないかなと思ったんですけど、あのね、まあ、汁はもちろん熱かったんですけど、あのね途中で入れたあの一味、かのやの一味はね、あの他の店に比べて結構ね殺傷力高いですね。普段の感覚で入れたらね、あの最後そば湯を入れてずずって飲む時の最後の一口、そこに溜まった唐辛子がすんげー辛かった。まあでもね味はね格別に良かったですね。多分冷たいそばじゃなくてそのあったかいつけ汁につけるようだからあったかい麺用なのかもしれないですけども、そばがねまあもちもちしてて、そこに醤油感の強いつけ汁、それが相まって、で中にね豚肉入ってたんですけど、あの煮込みすぎとかでこう味抜けしてるとかそういったのはなくて、ちゃんとね噛むとあの豚のね芳醇な味わいがじゅわって広がるっていう風に良かったんですけど、それ以上にねそういったのを吸った千切りにした油揚げ、あれがねいい役割果たしてましたね。で舞茸天も結構ねクリスピーな感じはしたんですけども、奥の方はねあの舞茸のクニクニ感残ってて、で噛み締めるとじゅわっと、キノコの出汁が染み渡るっていうので、よりねつけ汁が美味しくなったっていうので、本当お蕎麦屋さんの天ぷらってなんであんなにうまいんでしょうね。そんなわけでね、金谷の蕎麦堪能したわけなんですけども、実はねその蕎麦を食べる前にちょっとした一悶着がありまして、自分が今回頼んだのが、肉せいろのつけ麺の、特盛を頼んだんですね。で舞茸も一緒に食券買って、で店員さんにお渡しして、で待ってて、でしばらく待ったら肉せいろ大盛りのお客様って、まあ、片言の方だったんですけども、そのコールは鳴ったんですね。で自分特盛りだから違うなと思ってしばらく待ってたら誰もね取りに来ないんですよ。で誰も来ないなって思ったらもう一回店員さんが肉せいろ大盛りのお客様って、もうよりね店内に響き渡るようにあのコールしてるんですけど、次第にあれ自分特盛り押したつもりだけどもしかして大盛り押したのかなっていう、あのね食券がねあの店員さんに半分ちぎって渡すやつじゃなくて全部渡すやつだったんで、自分の手元に確認するやつがなかったんですよ。だから次第に不安になってきて、もう一回店員さんが肉せいろ大盛りのお客様って言った時に、あじゃあ自分かなって思ってはいって言いながらもらったんですよ。でそれもらって席に着いた時に、あのね自分よりも前にいたあのおじさんの方がいらっしゃったんですけど、そのおじさんが後から来たなんか自分がもらうのはどういうことなんだみたいな、別にそういったことは言ってはないんですけど、なんかね腕組みしながらこう店員さんの前にこうやってきたんですね。あれもしかしたらこのおじさんの自分間違えて取っちゃったのかなって思って、まだねもちろん全然手つけてなかったんで、もう一回そのお棒を持ってちょっと店員さんのところに持ってったんですよ。でそしたら自分の頼んでた肉せいろの特盛り、もう大盛りと特盛りねそれなりに量が違うんで、あ明らかにじゃあ自分が頼んだのこっちだと思って、すいません自分頼んだのこっちですかね、ちょっと間違えて取っちゃったんですけどって言って、そしたら店員さんがはいそうですか、そしたらそのお客様、その自分の前にいたお客さんですね、この肉せいろ大盛りそばですかって言ったら、もうそのおじさんが一言うどんって言ってて、あの券を買ったらそばかうどんかコールするシステムだったんですけど、間違えてあのうどんと言ってたのにそばと聞いてそのオーダーを通したみたいで、あだからに大盛りせろそばって言われても取りに来なかったんだと思って、なんかそれにひよって取りに行っちゃった自分も自分ですんげえ恥ずかしいし、店員さんも店員さんであすいません失礼しました、うどんすぐ待ってまいりますみたいな感じで恥ずかしそうにしてたし、味はうまかったんですけど正直ねその場から早く逃げ去りたかったですね自分は。まあ次来る時はねそういったあのミスがないようにね落ち着いて食べれるような感じで食いたいなというふうに思います。味はね非常に抜群で美味しいんで、ぜひと皆さん新宿にお越しの際は金谷食べに行ってみてください。今回西口行きましたけど、東南口っていうね反対側の方にもありますんで、この辺ね川沿いなんですけどすんげえハブシが寄ってくる10月なのに。